私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。矢沢永吉、自己責任、ロザンスゲの意見。ファンが納得してくれるなら、それでいいんじゃない？台風14号が九州に接近する中、ロック歌手の矢沢永吉さん、73、が福岡でコンサートを決行したことに賛否両論が渦巻いたことをめぐり、お笑いコンビ、ロザンが2022年9月21日に公開した YouTube 動画で持論を展開した。中止された方々がいい決断をしたという風に言われたりしがち。一方で、宇治原さんは、台風下で事故などがあった場合、医療従事者などを巻き込む可能性もあると指摘。さらに、SNS 上の真偽不明情報を、真、だと思って喋ってる、に、と思ってない、という状況もあるとし、本当かどうかわからないことを、本当だと決めつけて喋ってはいけない、などと、議論における情報の取り合いに懸念を示している。コンサートの開催については、ファンの方を除いて、ごく広く一般の中で議論されている中では、やっぱりやらなかった方が良かったんじゃないかという意見が多いように見えます。印象になってきますけど、中止された方々がいい決断をした、という風に言われたりしがちというか、ファンでない人からすればね、そこと比較されるということがあってのことだと思います、とした。資格、来れなかった人の穴埋めは、どっかでした方がいいよな、と思う。矢沢さんの公式サイトによると、ドームが屋根のある頑丈な作りであり、ファンから、開催してください。などと多数のメールが届いたとしてキャンセルや返金を受け付けた上でコンサートの開催を決めたとしていた。矢沢さんは、18日、福岡市中央区内の福岡ペイペイドームでコンサートを行った。同日は大型の台風14号が九州に接近しており、コンサートを中止する大物ミュージシャンらがいる中で異例の決行とされた。お笑いコンビロザンの二人は、台風、矢沢永吉さんライブ決行の賛否について、と題した動画で持論を展開した。宇治原式さんは、矢沢さんがライブを決行したことについて触れ、菅さんの意見は？菅さんはどちらかというと自己責任派かなと思うけど、とすると菅博文さんは自己責任派やし、それもどうかなってのもあるかもしれへんけど、コンサートをやる方の感じによるのもあると返答。矢沢さんはコンサートをやりそうやな、勝手なイメージね。で、矢沢さんは来られなかった方もおられるやんか、その方の穴埋めをちゃんとされそうな気がする、責任を持って、との印象を語った。菅さんは賛否両論があるとはいえ、コメントしているのがファンか否かも関係するのではないかとして、こう語った。ファンの方が納得してるんやったらそれでええんちやうのって思う部分もあんねんね。ただやっぱり交通機関がどうとか、いろいろ人にご迷惑をかけるとかあるんかもしれへんけど、勝手なイメージやけど、ファンがすごく団結してて、じゃあ行ける人だけ行ってきなよ、みたいな。僕らはまだ次待ってるからさ、みたいな、イメージ。矢沢さんも、それを感じ取って、じゃあ来れなかった人のためにやるよ、みたいな感じがありそう。菅さんは、俺は、こういう仕事をしていることであれば、やるんやったら来れなかった人の穴埋めは、どっかでした方がいいよな、と思う、ともしている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。